ね、肩書き変えた方がいいよ、それは。対談師っていうのもったい対ない談よね、師シもっンたプいルないに。の、なんかサイキックフォトグラファーみたいなさ、なんかちょっと、ちょっと。あまりにもぽすぎてウケるな。おはようございおはようございまます。す。はい、七白家のお時間でございます。ね、おはよう。朝がやってまいりました。ね、モーニング、モーニング、モーはい、ニング。七白家の七白です。くまこです。目の位置です。はい、というわけでございましてね、今回はこの3人でやっていこうと思いますね。というわけでございましてね、ちょっと今回はですね、ちょっと私、よくよく考えたらね、水曜日の晩酌会談のね、夜の配信の時に、ちらっと喋ったことしかないなっていう、ちょっと私に関する、お。ちょっと重大な秘密を、え、何？嫌ミおス？話ししようはとい。思ってまして。なんだなんだ？いや、これね、視聴者の皆さんにもね、ちょっとこう言っときたいなというか、確かにこれそうだよ、言ってなかったなと思うし、多分興味ある人もいるかなと思うような話なんですけど、七白家って、まあ、幽霊が見えますっていうのは熊子じゃないですか。そうですね。ね。だから多分この視聴者の方たちはみんなね、オカルトとか心霊ね、スピリチュアルとかそういうのお好きな方が多くて、で、そういう能力を持ってるのって熊子さんだよねってみんな思ってると思うんですよ。これでも実はね、これまあ、オフでね、ちょっと熊子とも話したことあったけど、私も実はなんかちょっと変な能力持ってまして、どっちかっていうとスピリチュアルっぽい感じの能力なんですけど、私ですね、実は、もう本当に毎回じゃないんだけど、人と話をしていると、なんか景色が見える時あるんですよ。景色。そう、映像っぽいというか、まあ、静止画っぽい映像っぽい感じなんだけど、景色みたいなのが見えて、その景色っていうのが、まあ、心象風景っぽいっていうか、なんつうか。そう。なんかそれが結構急にパコンって出てくるんですよ。そう。で、それを、まあ、本当に人と話してる時に、唐突の前触れもなくポンって出てきて、でもそれは、相手の何か情報が載ってる映像っぽいんですよ。あ、そうなんだ。しかも相手側のやつなんだ。多分。まあちょっとこれ分かりづらいんだけど、結構抽象的ななんか場面だったりとかするし、場合によっちゃ。例えば、なんだろう。あ、これ実際見た、あ、じゃ実際見た例の話をちょっとするけど、その球体みたいなものが浮かんでるのよ。白い空間に。で、ジグソーパズルみたいなので球が出来上がったの。ウィキペディアのトップページであるじゃん。思あっるとた思うん思っだけど。た。ウィキペディアのマークね。よかったら皆さん、ウィキペディアググっていただけると、多分ウィキペディアの中のマークの、ジグソーパズルが球体になってるやつあると思うんですけど、球体になってるジグソーパズルのバラバラ、ちょっと埋まってない感じみたいなものが空中に浮かんでて、その奥とかに、そのジグソーパズルみたいなものの断片が、なんかあちこちにあるみたいな映像が浮かんだこととかあって、人と喋ってて。すごそう。で、急に浮かぶで、あっと思って、ちょっと今変な映像感だから、絵描くわって言って、絵でそれを描いて、渡したら、その話してる内容と直接関係はなかったんだけど、その人が、なんかその心の中で、今自分の心の状況みたいなものが、まさしく、なんかその自分の中で困ってる、そのなんかパズルのピースみたいなものを探してるみたいな状態だったらしくて。そう。え、これすごくない？みたいな話されたことあんのよ。で、こういうことが時折起こるんですよね、私。マジか。で、これ、この話はね、以前、クマコにしたときに、なんか、僕よりよっぽどスピリチュアルじゃんって。スピード愛でかなり上だよね。スピード愛がすげえ上だなと思って。いや、これでも、ほんとね、自分でもわかんないのよ。え、みんなもそうなんじゃないの？と思ったの、最初。あ、そうなんだ。そう。え、だってさ、え、ないと思って、なんかその話とかしてて、人と。いやー、急にその人が、まあ、その人がその風景の中に、映像の中にいない時もあるし、いる時もあるのよ。今のさっきのパターンはいなかったんだけど、いるパターンもあって、それが、これちょっと最近なんだけど、私がその、なんかオンラインサロンみたいなの入ってるんですよ。なんだろう。まあ、大人になってから友達とか作れるような、なんかオンラインサロンみたいなね。なぜいるんだって話なんだけど、そこに入ってるんですよね。で、そこの年齢もまちまちな人たちがいろいろいて、で、たまたまそれ、ズームで交流会みたいになってて、ね、こうやってビデオ通話みたいな感じで。で、みんなで、おのおの、なんか、ちょっとね、喋ったりとかしてたんですよ。私よりも、私の父親と年が近いぐらいの男性の方が、ちょっと僕話いいですか？みたいな。僕、最近こんなこと考えててね、みたいな。いろんな話をしてくれたんだけど、ある瞬間に、バッて引き込まれる瞬間があって、
そのなんかその人のこと見てたら、その人がいる背景映像みたいなものがフワーンって飛んできて、うん、もう今自分で言ってたもんね、もうハイパースピリチュアルトークしたの分かってんだけど、あえて続けるね、その本当にそう、本当にフワーン飛んできて、こうやって飛んでくんだ、もうなんか映像が浮かぶのよ、パーンって、でそれもう見た、もうなんかね、すごいすごいのは、ね、その人、サイズで言うと縦より横のが長いサイズの画像みたいな感じの、うん、映像ってその中に右下にその人がいて、でね、スクリーンみたいなのに、うん、青い映像がファッて当たってるのよ、大きい、なんか青っぽいスクリーンになってるっていうか、多分映写機かなんかで当ててんのよ、うんうん、その中に影があるの、青っぽい背景に影があって、うん、その影をやってる手とかは見えないんだよね、その場には、うん、見えないんだけど、その映写機で影みたいなのがファーって当たってるそのスクリーンを見ながら、その人がそのちょっとその青い明かりをあなんか受けながら腕組みをして斜めを上を見てるみたいな、そう、私にはそれが見えたよね。でそれをその場で、あの今あなたが話してたことを聞いたら、そういうの見えたんだよねって話をしたら、まあその時は特にその方から、あすごいっすねみたいな、うん、僕の今何気ない話聞いてて そんなの出てきたんだみたいな、へーって言っても、なんか何人か、なんかその言葉に対して、なんかそれってその言ってたさっきの男性の方ですね、ぽいよねって言ってくれた人が何人かいたって感じ、その時は、うん、本人から直接なんかっていうのはなかったんだけど、さっきみたいに、はい、そういうのがね、時々ポーンって浮かんで、うん、書いて渡すみたいなことが過去に何回か実はあったんですよ。それってちなみに気になるんですけど、はい、いつから見えるようになったんですか、それって。ね、これ結構最近だと思う。最近なんだ。最近なんだ。最近っていうか、ね、20代後半、今36です、私。うん。うん。30ぐらいの時からだと思う。前の仕事が、はい。なんか人の話、まあ今もやってんだけど、人の話を聞くっていうか、人の人生の話を聞いたりとか、そういうなんか相談に乗ったりする仕事なわけですよ。はい。いつも例えば福祉系とかカウンセリング系じゃなくて、どっちかっていうとこうキャリアとかの相談乗ったりとか、仕事とかをどうやってやっていったらいいだろうとかの話を聞くみたいな、結構人生の話聞くことが多いんですよ、確かに。うん。それを聞いてるときに、ほんと人によるのよ、これ全然何も浮かばない人もいるんだけど、うん、聞いてたら突然なんか色とかそういうなんか風景みたいなのがファーンって出てくるようになったりとかもして、へえ、それも見えた景色をそのまま伝えたりとかすると、あ、それは自分にとって大事にしてたようなものかもしれないですっていうふうに受け取ってくれる人もいるし、うん、何これキモみたいな、なる人もいる人によるんだけど、うん、みたいなのがあって、これないそういうのって、ない、そんな金曜ロードショーのオープニングみたいなことないもん、そんなこういうこういう綺麗な気もあったあるね、オープニングみたいな、でも聞いたことないよね、うん、むしろ。いますか、くまこさん、周りにこういう人って。いや、なんか、たまに、僕もそうなんだけど、うん、なんか、人と話してるときに、予定とか立てるときに、何もない空間にホワイトボードを立てて、こう、文字を書いてる自分を想像するっていうのはあるんだけど。何？それも不思議ですけど。なんかさ、ホワイトボードがあって、そこに、うわーっていろいろ書き込むの、なんかいろいろと。うん、人と喋ってるとき、特に商談とかしてるとき、うん、なんかホワイトボードでうわーってやって、じゃあ優先順位をこれはこれでこれでって言って、ずっとうわーって優先順位考えて書いたりとか、はいはいはい、その時にこれはどうやって作ったら実現できるだろうかみたいな、立体図を書いたりとか、頭の中で、ホワイトボードを思い浮かべて、そこに何かを書いてる自分みたいなのがいて、うんうん、っていうのはなんか何人かいる、そういう人たちはクリエイターさんに多かった、そういう、ああ面白いね、それも面白いね、確かにね、自分の手元でそういうメモ残してるっていうよりかは、もう頭の中で、自分が頭の中にちっちゃく出てきてだよね、要するにその姿が、へえ、面白いね、アーカイブが頭の中に出てきてるって感じかな、その映像として、思考回路の具現化みたいな感じで、ちっちゃい、はいはい、クマ子がいるのミニクマコさんね。ミニクマコ、ね。取り込んだ。マイクロクマコがホワイトボードを眺めながら、うん、こういうデザインにしようと書いたわけでしょ。でもこれ作ったら無理じゃねえみたいな感じのを そのまま柔らかく伝えるみたいな。ここはここ難しいですねみたいな。それもすごい能力やな、でも確かに。面白いですよね。
聞いたことある。でもそれは何人かいる。やっぱクリエイターさんとか物作ってる人に多い。なんかその想像してなんか立体してっていうのは聞いたことあるけど、七代さんみたいにそういうふわっていうなんていうの、抽象的な、うん、絵画というか、はい、風景画というか、なんか、はいはい、そういうのは聞いたことない。ねえ、なんか白昼みたいだなと思って、その、ね、出てくるさタイミングとかもさ、自分が起きてる状況で、あれなんですか、その話してる人もちゃんと目で見えてる状態で映像が上から、上からじゃないけど、かぶさってくる。そうだね、そうだね、そういう感じ。あなんていうかな、そうだね、まあ、でも難しいな、これ説明。肩書き変えた方がいいよ、それは。対談師っていうのもったいないよね、シンプルに。なんかサイキックフォトグラファーみたいなさ、なんかちょっと。あまりにもポすぎてウケるな。どうするよ。あの、あれよ。あの、心霊会議派だったから七代を応援したぜから、多分あの、動画飛んでくるよ。どうしたーっつって言って。あの、ちょっとネタが古いけど、あの、あれよ。昔のあの、エレファントカシマシってバンド好きなんですけど。あの、エレカシのあの、宮地、あの、ボーカルの方がね、うん、あの全然喋んない科目系の歌いきなり歌い出すみたいな感じのボーカルだったのに、ある時突然、軽快に MC 始めたら、うん、どうした宮地ってみんなに言われたっていう、なんですけど。まああれと同じようなこと起こりそうで、これちょっと怖いんですけど。そんな感じで。なんか古典とか開いてほしい、そういうので。見えた風景。そうだね。確かに面白そう、それ。絶対面白そう。古典か、うん。それ全然ありだと思う。あの、そう、実はこれ、私、あの、ちょっと商売人なので、性格が。うん、すぐそれをお金に換えられないかなと思っちゃうまあね。よくないんだけどね。よくないですよ、皆さんね。そういう、ここばっか考えてるとね、それは人から信頼も失いますから、よくないんですけど、ちょっと考えちゃうんですよ、すぐ。で、いや、これもしかしたらなんかこうね、誰かね、あの、あなたの相談に乗ったりとかして、見えた景色をあなたにね、あの、絵として渡しますみたいな。で、実を言うとね、そういうメッセンジャーみたいな仕事をやってる、あの、教え子がいるんですよ、私の。へー。で、その人は、もう引退しちゃってんだけど、その人は、なんかね、あの、結構ちっちゃめの画用紙かなんかに、その、色とか形みたいなものが見えるらしくって、それで、私も昔実はその赤っぽいなんか幹みたいなグニャンって曲がってんのに青い線みたいなものをファーってまとわせたようなものを渡してくれて、七代さんと喋ってるとこのなんか物質が見えますと、物体が見えますと、これが七代さんの多分心を表してるものだと思いますっていうのをフィードバックしてくれるみたいなことやってる教え子もいたんだけど、どう、え、こういうことやればいいのかなんてちょっと思ったんだけど、一個問題があってうん、その子は毎回見えてるんですよ。ああ、絶対に見えるんだ。そう。私はマジで打率めちゃくちゃ低くって。へ、あの、まあ、でも低いって言っても、20人かぐらい話したら多分そのうち1人ぐらいは多分あると思う。それぐらいは怒ってると思う。なんかでもね、なんかその人に渡さなくとも、なんか今まで見てきた風景みたいな感じので、書く？なんか。書いた方がいいと思うなぁなんて。確かに。見てみたいし。あとさ、七代系で見えたことある人っています？ちなみに。あ、この出演者のメンバーでは見えてないかな。あ、見えてないんだ、今。でもこれもわかんないのよ。例えば、初めて会った人だと見えるとかもなくって。あ、そうなんだ。何年来の人とかと、ある時なんとなく普通の雑談とかしてる時に、突然見えるのよ。あ、そうなんだ。だから前触れもわかんなくて。不思議や。ただ一つ、あの、自分の中でこれ、まあね、ちょっとまだ一応ね、あの、ね、そのサイキックフォトグラファーなんて名乗る気ないですよ。私はないので、ちょっとね、ちゃんと訂正保って言いますけど、あの、うん、一応ロジカルな人間なので、分析するわけですよ、うん。なんでこんなこと起こるんだろうみたいな。そう。で、思うんだけど、その中に一つあるのが、その喋ってる人が自分の本心とか感情が乗って喋ってる時のことが多い。それが分かる時が多い。そう。だから本当になんかその、なんていうかな、社交辞令みたいな話とかじゃなくて、うん、それ自分の人生であった、例えばすごく大事な出来事だったりとかの話をしてる時とかに、まあ、もちろんそれと紐づくような映像な時もあるけど、でも基本的にはどっちかってその、なんだろうな、ニュアンスの色とか、ニュアンスの背景、風景とか、さっき言ったあの、うん、なんだろう、あの、映写機でなんちゃらみたいなあったじゃん。金曜ロードショーみたいな。金曜ロードショーみたいな。そう、なんかあれの影みたいなのが映ってるみたいなのも、別にその人が、なんかその影の話をしたりとか、
そういう映像みたいな話とか、映像、その、なんか監督みたいなことやってるわけでもないし、その人は。うん、全然関係ない話をしてる中で、でも人生の話をしたね、その時たまたま。うん、あの、私は過去にこうこうこうで、こういうことがあってね、みたいな。あ、そうなんですね、みたいな。そんなことあったんですね、みたいな話をしてた時に、ちょっとまあ、テンションが上がって、熱がこもって喋ってたタイミングだった、ちょうど。うん、だからなんかその熱量は結構大事な気はしてる、喋ってる人の。なるほど。そう、ちょっとね、聞いてて思ったんですけど、さっきのその教え子さんの話とかも含めて、なんか七代さんの能力っていわゆる共感覚って言われるのにすごい近くないって思ったんですよね。そうかも。そういう系だよね。なんか音から色が見えるとか、うん、匂いが、うん、匂い感じるみたいな。そうだね、結構それに近いような気はしてて、なんでこれ今回このテーマで持ってきたかっていうと、うん、あの、私は最近恋人できたんですよ。うん、パートナーが来まして、うん。実は一緒に暮らしてるんですよ。あの、うちの家でね。はい。まさかの、うん、本邸で。ついにあれだよね。幽霊以外の人と、あの、生きてる人間と同居してる。はい。よかった、生きてる人間。そう。ついにね、生きてる人間が、ね、来てくれたわけですけど、ございますけども。昼間は大騒ぎだろうね、きっとね。あの、昼ご飯とか一緒に食べるわけですよ、ご飯とか、うん。うん。で、食べてる時に、たまたま話してた時に、うん、実はその人が、めちゃくちゃ共感覚者なんですよ。ああ、そうなんだ。そう。で、これ、実例面白すぎて、ちょっと話するんだけど、うん。何かの音とかを聞いて、映像で見える人なのよ。映像？そう。で、どれくらいの具体性があるかっていうと、なんか、例えば、じゃあ、音楽が流れてきた、街中とかで。で、それをパッて聞いたときに、うん、その人には、耳で聞こえて、音楽が、あ、明るい音楽だな、とかじゃなくて、なんかその、目の前に、なんか例えば水色の坂道が斜めにこううねってて、そこを白い玉が跳ねながら転がってくるみたいな、何そういう感じの景色で見えるんだって。音聞いてるだけで、うん、あと光とかもそう、なんか光がパッて浴びたりとかした時とかにも、なんかその時のショックとかを、なんかそういう、なんだろう、なんかパチパチした、なんか、なんだろう、うんうん、トゲトゲしたようなものがなんか空に舞い上がってるように見えたとか、わかんないけど、そういう感じで見てるらしいのよ。おしゃれ。ね、おしゃれやな。確かに。そうなの、結構おしゃれなんだけど。すごいよね、それって話してて、それ共感覚の一種だよね、みたいな話をしたんよ、その時、たまたま、うん。で、その時にふと思い出して、え、これわしもやんけって。やんな、映像で見えててね。そう。似てる。そうなのよ。で、うん、でさらに言うとね、ちょっと話膨らむかなと思ったから、ね、あの今回喋ってんだけど、あの、どんな風に見えてるかの足しになるかもなってるので、その人にね、実は聞かれたことがあって、パートナーに。うん、え、七代はどうやって見えてるって、私は、なんか、あの、映像とか、あとカメラの視点も動くって言ってたの。その、だから、ただ静止画で見えてるわけじゃなくて、さっきの坂道とかが出てた時とかも、坂道を登ってたりとかする映像だったりとか、うんうん、あとはなんか屋上からなんか四角いなんかこう形をした建物とかをなんか見下ろしてるみたいな感じの、うんうん、でそれがスッとこう近づいていくみたいな感じのなんかあったりとか、そういうカメラワークまであるらしいのよ、なんか、うんうん、で七代はって聞かれたから、え、どうだろうと思った時に、これ一つ、これ絶対こうやなと思ったのがあって、基本静止画の一部アニメーションが多い、うん、アニメーションアニメーションしてる時ある。で、なんだろう、一番これ、この、なんだろう、これに近いなっていうのが、あの、シネマグラフってわかる？うん、聞いたことありますけど。あ、そう。聞いたことあるけど。あ、そうだ、二人ともクリエイティブ系だから、アベノチもさ、うん、あの、多分、アニメーションとかは知ってるじゃん、ある程度、どうやって使えるのかとか。うん、あの、静止画のさ、一部、例えばさ、あの、ワイングラスと、ワインの注いでるシーンってあるじゃん。うん、その注いでるワインの部分だけアニメーションしてて、あとは静止画とかあるじゃん。ああ、うん、はいはいはい。水だけがピチャピチャピチャってなってるので、あとは静止画とかあるじゃん、うんうん、風のそよいで髪の毛が一部だけ揺れてるのがずっとこう、ここだけアニメーションしてて、あとずっと静止画みたいな、はいはい、でループさせてみたいな、あのね、あるね、ギフ動画とかあるじゃん、そういう、うん、ああいう感じ。ああ、うん、そんなおしゃれに見えてんの。すげえおしゃれじゃん。アニメーション、あと静止画みたいな感じに見えてる。昔のディズニーみたいな映画の見方し、見え方してんだけど。そうなのかもしれん。そう。近いかね。そんなにでも自分はアニメーションとか見るタイプでもないから。うん。たそういうビジュアル的なものからインスピレーションを得て、そういうふうに、なんか話してるときに、唐突にその、例えば過去に見たものとかがパッて出てきてるっていう感じでは多分ないんだから。
結構不思議で、うん。さらにその時話盛り上がったからね、パートナーと。でもなんはい。か自分の見え方と近いものってなんか世の中にあったりするのかなと思って、いろいろ思い出したりとか調べたりとかしたんだけど、ちょっと近いというか、まあ、完全に、まあ、今、見え方は今の話で合ってるんだけど、見え方というか、見えるタイミングみたいなのが似てるなと思ったのは、昔の、これ、ジャンプで連載してて、まあ、そんな長く連載にならなかったんだけど、古谷うさまるさんっていうさ、漫画家いるじゃん。あ、好きよね。多分、熊子結構好きよね。そう、そう。ライチ光クラブとか、結構有名な、ね、作品がある方ですけど、どっちかというとアングラ系の、なんかサブカルチャーアングラ系の人だと思うんだけど、実は少年漫画描いた時期があって、それがね、幻覚ピカソっていう作品なんですよ。私、あの作品読んだことあるんだけど、一巻だけね、読んだことあって、まあ、なんか主人公の男の子が、まあ、ちょっとこう、陰キャな感じのメガネの子なんだけど、その彼が、まあ、なんか親友の女の子かなんかと、なんか河原で活動する河原部みたいな部活立ち上げてたんだけど、そこにヘリコプターが墜落して、二人とも死んじゃうっていう話なの、最初。わーっぽい、なんか。でも、その主人公の彼だけが、まあ、なぜかこう、息を吹き返してないけど、その生きてることになってて、で、なぜかその親友の女の子は、なんかちっちゃくなって自分のところに現れて、なんかいろいろと助言とかしてくれるようになってると。でもみんなには見えてないのかな、わかんないけど。で、この男の子がなぜか絵描くの好きなんだけど、そのスケッチで、なんか例えば目の前の人が抱えている闇みたいなものがパッて浮かぶと、それをいきなり絵描き始めちゃうっていう特殊能力に目覚めるって話なのよ。で、その時に描いてた絵とかが、例えばその人のその生きてる人生とかが、の関わってくるような、例えばですよ。例えばだけど、その本人が、なんか、なんだろう、悩んだような顔をしてるんだけど、実は悩んでることは本人の話じゃなくて、例えば自分の、じゃあ、父親が、誰かと不倫しちゃって、どっか行っちゃって、家族が崩壊しかけてるってことを悩んでたとします。例えば。で、その人が。それがパッて目に、ね、頭に、なんだろう、その悩んでる、ね、顔を見て、パッて浮かぶと、この主人公、まあ、ピカソってあだ名の子なんだけど、ピカソ君は、ブラーってこうね、スケッチして、絵を描くんだけど、例えばそこに背景の山の向こうとかにめちゃめちゃ巨大なお父さんがいてみたいな、その父親の周りになんかこうなんだ、それをたぶらかすような悪魔みたいな存在がなんか飛び回ってるみたいな、そういう風景で見えるみたいな感じ。だからなんかその話してる内容と直接紐づかないけど、ちょっと関係のあるような、それは本人にしかちょっとわかんないような感じの心象風景みたいなものが浮かぶのよ、私でやっぱ、ちょっと。だからなんかモチーフっていうか、出てくるものはちょっと似てるなと思ったね、それに。そうね。そう。あとね、ちょっと時点で似てるなと思ったのは、ホムンクルスっていう漫画。山本英夫さんの書いてる漫画で、脳のこの頭蓋骨の一部に穴を開けるっていう、トレパネーションだけ何とかっていう手術をして、すると第六感が目覚めるみたいな。それに協力した男が主人公なんだけど、その結果、なぜか片目をこう押さえると、なんか片目で、その目の前にいる人が、普通の人間のはずなのに、そのもう片方の目だけで見ると、なんかすごい錆びついた鉄とかでガジガジになってるように見えたりとか、そういう人がそういうふうに変わって見えるみたいな、まあ漫画なんだけど。私の場合はそういう感じじゃないんだけど、でもそれも結局、その人のコンプレックスとか、その人のなんか悩みとかと直結してんだよね。ホムンクルスの話って。だから私も、でもちょっとそういう感じもあるから。だからその辺近いよなぁなんて思ってたけど、でも見え方で言うとさっき言ったシネマグラフ、完全に。近いんだ。近い。あれなのかな、もうちょっとなんかこう、皆さんがよく僕に言ってくる修行したらどうのこうのってなるようなもんなのかね、そういうのって。可能性あるよ。訓練したらそようそう。り見えるようになる。かもしれない。もしかしたら、あれですね、このままね、しばらく、この動画一回出したら多分何も言わずにね、特に七種ロケでは怪談師ですって言って、たまに怖い話をし、朝はね、軽快にね、みんなのなんかポップに、クマコの見えてるやつ面白いね、なんて言って回していってるけど、1年後ぐらいに突然、おはようございますって言って、出てくるじゃん、名前。ピロンって。サイキックフォトグラファーになってましたね。肩書きが変わってるっていあれ、七代さん、あれ、怪談師やめたんですかって。めちゃくちゃ
くちゃ嫌なんだけど、そのサイキックフォトグラファーがやってるチャンネルさ。なんか嫌だね。なんかこっちは怪談師だからついてきたのに、なんでサイキックフォトグラファーについていかなきゃいけないんだよみたいな。キャラクターがめちゃくちゃついてる。あれよ、チャンネルのトップもさ、今なんかチャンネルアートっていうんだけどさ、YouTube のトップページのやつ。うん、あれもさ、はい、なんかみんなの似顔絵が並んでるやつにしてんだけどさ、うん、もしかしたら七代がすげえドヤ顔でこうなんか5本の指とこうやってきながら、サイキックフォトグラファーとか。こういうね、そう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 、お前のことは全て見えてるぜ、見えてるぜみたいな。5チャンネルでサイコメトラ H って書かれてるから、そんなの嫌すぎるよ。もしそういうチャンネルになった時も皆さんぜひついてきてもらえたらと思いますので、心強く僕どういう顔で参加すればいいのそれ。すげえ微妙な顔しながらどうですかって微笑み。もしかしたらその時には私の背後でトゥルコも、あ、こいつ終わったわみたいな感じの顔してげんなりした顔で背後にいるかもしれないんで、いや、それかなんか変わっててすごいサイキック好きそうなやつに変わってるかもしれない。やばいね、どうする。それまた変わったらマジで面白い。変わったらね、背後霊がね。だからあれよ、クマコは七代の背後霊がトゥルコからね、うん、もしそういうちょっとサイキッカーみたいな感じに変わってたら、うん、あ、やべえって思っておいてます。うわーってなる。突然七代がチャンネルアートがこれになる可能性があるっていう。逃げてって、みんな逃げてってなる。やっちゃうね。当社の皆さんはついてきてくれますよね。いやいや、みんなやばいやばい。いいじゃないですか。ね、幽霊が見える人とサーキットフォトグラファー、ね、うん、だったらなんかつけてよ、幽霊が見える人っていう、なんかさ、ちゃんとね、ちゃんと幽霊が見えますっていう、ちょっと横書きもらっててさ、こっち幽霊が見える人って突然雑になるみたいな扱いになる。かっこいい名前つけてって、ね、なんか、まあまあまあ、なんでね、ちょっとみんなよろしくな、よろしくな、よろしくな、よろしくなって、サーキットフォトグラファー、ございます。ダサいこれ、ダセー、やだな、めちゃくちゃダセー、死ぬほどダサいこれ。はい、というわけでございましてね、今回はですね、結果的にちょっとなんか、うん、ちょっと不評っぽかった感じだったんですけど、七代には実はスピリチュアルなパワーがあったっていうね、スピリチュアルパワー話をちょっとさせてもらったんですけど、まあこれでも冗談抜きで、うん、確かになんか見えた、なんで毎回見えるわけじゃないから商売にできないなとか思ったのよ、うん、動画でさ言いづらいじゃん、なんか毎回見えないのにさ、実は見えますというの、ちょっとなんかこっぱずかしかったから言ったかったんだけど、うん、はい、でもここまでサイキックフォトグラファー言っちゃったから、言ったからには、命名したの古典とかね、後ろめたさ感じるよね、命名しちゃったの後ろめたさ感じるよね、名付け親として恥ずかしいという。全然命名してもらってもまあいいんですけどね、まあ、うん、ちょっとかっこいいじゃないか、サイキックフォトグラファーね、ちょっと中二病かっこいいよね、うん、なのでちょっと中二病全開でね、サイキックフォトグラファーの古典みたいな感じで、まあ、やってもいいのかもしれんって思うくらいには、でも実は本当にそういうことがあるんですよっていう、うん、実際にね見てみたいしね、うん、なんでちょっとなんかやろうかなと思いました。今日聞いてなんか意外とポジティブなと言ったらだけど、古典とかあったらええんちゃうんとかは、うんうん、あ、確かに今まで見えたやつとか書いたやつね、もう本当にペラペラってね、本当に線とかでパッパッパって書いて渡したりおっしゃったんだけど、これちゃんと絵とかに起こしたら結構すごいかもなっていうのは、うん、ちょっとそうだよね、うん、サイキックポストカードみたいな感じでさ、なんか300円ぐらいで売ってて、おいおい、何でもサイキックつけばいいってもんじゃないぞ。というわけでございまして、今回の動画、うっさんくせーと思ったら、よかったらいいねボタンお願いします。お願いします。そしてですね、よかったらね、感想ですとか、まあできれば好意的な意見を。サイキックフォトグラファーになったら、チャンネル登録解除しますっていうコメントはちょっと悲しくなるんで、よかったらね、ちょっと好意的なコメントいただけたらと思います。よろしくお願いします。優しくしてあげてください。あと今回の動画から七代家見た人は、毎回こうなんじゃないんで、他の動画ちゃんと見た上でチャンネル登録してもらえたらと思いますので、必ずしもチャンネル登録押したけど、なんか開始1分ぐらいとかで、あ、なんかやばいやつだってなって消すのだけはちょっとやめてもらって、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それじゃあまたね、またね、いってらっしゃい、ハイキックハイキックフォトグラファー、ハイキックハイキックフォトグラファー、バイハイキックポストカード、やだ、ビーコンティニュード、ハイキックゲンガー、ハイキックまんじゅう、なんでもいい、やりたい放題すぎるでしょ。ハイキックまんじゅうよくない、ハイキックまんじゅう、これでしょ、マークニックの世界観、もみじまんじゅうと間違えられるやつでしょ、これで、もみじまんじゅうと間違えねえよ、風評被害。
おかしいな、台本の段階だとこんなオチになんなかったんだけどな。サイキックまんじゅう欲しいじゃん。サイキックまんじゅう1個500円ぐらいのやつ。みんなとこんな適当な話ばかりしててもね、あの楽しく人生やっていけるんで、うん、皆さんもあまり考えすぎずにね、そうですよ、サイキックまんじゅうとか言って、バイサイキック七代より、サイキック七代だね。七代さん名前どうする、どうする、その時は。うるせえよもう。もうやめろよマジで。じゃあいかない。永遠にサイキックいじりできるね。やめろってマジで。楽しい。